もうすぐクリスマスですね。そうですね。なんだこの何このいいとも感なんだろう。でも残念ながら僕は仏教徒なので、クリスマスは祝いません。だけど調べてみたらクリスマスは本当はキリストの生まれた日じゃないらしいですね。あれはもともとは古代ミトラ教という、宗教がありまして、それの太陽神ミトラの復活を願う、復活を祝う、つまり冬至の日に当たるので、冬至の日はだんだん今度から日が長くなるということで太陽神の復活を願う、でこのミトラというのがですね、インドに行きまして、インドに行くと、なんだっけマイトレーラなんだっけ、とかっていうお神様になる。でこれが、仏教に取り入れられまして、これは弥勒菩薩になるんですね。だから僕は仏教徒なので、メリー弥勒菩薩ということで、この失笑は何だろう。それでは次の曲は、この間ツイッターで僕はラブソングを書けるんだけど、ヘイヘイかわいい子猫ちゃんみたいなやつはちょっと書けないなとかっていう、ね、このつぶやきまして、でもつぶやいてたんに、もしかして書けるかもしれないと思って作ったのがこの曲です。
の空、君が乗り気の時は僕は疲れてる。可愛い子猫ちゃん、君に夢中さ。可愛い子猫ちゃん、爪を立てないで。君に言いたいことがある、君に言いたいことがある、君に言いたいことがある、君に言いたいことがある。だけど君にはわからない、まるで通じない。君は猫だから。可愛い子猫ちゃん、君に夢中さ。可愛い子猫ちゃん、爪を立てないで。君に言いたいことがある、皆さんが思っている以上にこっぱずかしいものがあります。しかし皆さんが一緒ににゃ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 歌ってくれるのであれば、もう2回3回にゃ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 する勇気と希望が湧いてこようというものです。はい、にゃ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 。今歌ってなかった人、お気持ちはよくわかります。僕も恥ずかしい、皆さんも恥ずかしい。しかしこの恥ずかしさと恥ずかしさの間に世界平和につながる何かが生まれてくるのではないかと、そのように存じているわけでございます。なんかよくわかんなかったそれではもう一度、にゃ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 。ありがとう。ライブというのは、参加型イベントだということを皆さん覚えて帰っていただけると思いますので、これに増した光栄はございません。それではもう少しやります。そうですね、今年何があったかっていうと、やっぱりあの JJJ、JJJ の女房じゃなくてなんだっけ、あまちゃんか、僕は見損ねてしまったんですけど、まあ、アマちゃんがすごく人気だったり、あと楽天
東北楽天ゴールデンイーグルスが優勝したりと、まあ、まあ東北の人たちが頑張ってきたのがようやく少しホッとするようなことがあったのかななんて思います。じゃあそんな東北の人たちに捧げる歌をやりたいと思います。はみ出し者が愛を語る、押し潰された街の片隅、愛の歌が生まれる。雪ずりのような顔をして路地裏から聞こえてくるだろう。聞き覚えのある懐かしい声が、夢を見ている。出口のない袋小路で希望の歌が生まれる。何も見えない闇の中から、もうすぐだよ君にもわかる。聞き覚えのある懐かしい声が、愛の歌が生まれる。雪ずりのような顔をして、もうすぐだよ君にもわかる。覚えのある懐かしい声が、ララ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 ラ。懐かしい声という。じゃあこれでついに最後の曲です、このイベント、僕は鳥なんていう重大な役をねやらせていただいて、鳥っていうのはもちろん嬉しいんですけど、最後までお酒が飲めないというね、そしたらね直美さんが飲んでるからね、まあいいや、じゃあ最後の曲です。まあ、僕たちはこの地上に一緒にいるのはせいぜい数十年ぐらい。まあ、いじめをしたり憎しみを煽ったりとかしてる間にあっという間に年老いて死んでしまう。だけどまあせめてその短い間だけでも愛し合おうよ。地球最後の日には君と写真を撮って新しい人類に見せびらかそう。
明日目が覚めてどこにいてもの一瞬を愛で飾ろう。憎み合ったこともいがみ合ったことも明日のない世界では意味のないことも